中に入るとこのようにですね、いろいろな展示があります。こちらは、470キロ出ましたという昔のスピードアタックの車があったり、昔はねこういう砂浜でレースやってたんですよね。そしてオーバルコース、砂浜のオーバルコースでもともとデイトナビーチレースが始まりました。今博物館のようなところに来ていますけども、そしてビル・フランス、創設者ですね、ナスカ、彼はですねこういうガソリンスタンドを経営してたんですよね。そしてですね1947年、ナスカ創設ということで、もともとのロゴはこういう感じですね。バシャルアソシエーションフォーストックカーオートレーシング、ビル・フランス、初代社長に就任しています。そしてさまざまありました。57年ですかね、こうやって自らですねブルドーザーを運転して、ビル・フランスさん58年ですね、58年の時点でこうやって設計をしています。こういう G 型シェイプ、そしてどん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 時代が進んで、さあこちらは、ジュニアのお父さんアンハートシニアですね、当時はシニアとは言わなかったですけどもね、設計3番リチャード・チルデースの、名車ですね、 GM グッドレンチサービスプラスで、現状はこのような航空写真になっていますが、2.5 マイル D 型シェイプ、タイヤの展示があったり、あちなみにこれタイヤですけどね、タイヤ二重構造になっています。このような二重構造になってパンクを してもですね、アウタータイヤがパンクしてもインナータイヤで安全性をキープしています。バルブも2つあります。そしてその他さまざまなアトラクションが盛りだくさん、こちらがデイトナスピードウェイの正面玄関入り口に属しての隣にありますデイトナ USA、ナスカー全体のアトラクションが楽しめます。